アタリジャガーとは、アタリが1993年に発売した家庭用ゲーム機。日本では1994年12月8日に発売された。全世界累計販売台数は推定で25万台と、少なく世界で3番目に売れなかったゲーム機である。64ビットシステムバスを採用し、CPU には MC68000 が使われている。 64ビットの能力を持ったグラフィックスカードを搭載した32ビットマシンとしてアメリカでは250ドルで発売された。コントローラーは方向キーと ABC ボタン、オプション、ポーズスイッチ、その下にテンキー様のボタンが12個ついている。テンキーにはゲームソフト付属のオーバーレイを被せ補助的な操作を担う。コントローラーの評価は高くなく、 また本体との接続に利用された D サブ端子が抜け落ちやすかった。そのため、イグンが2006年に掲載した最悪なゲームコントローラートップ10のトップに選ばれた。ネズミが家のどこかでヘをしたら抜け落ちるとも言われた。ソフトウェアはファミリーコンピュータやメガドライブのカートリッジとほぼ同じ大きさのカートリッジで供給された。後に、 後付けの CD-ROM ドライブも発売される。本体に VLM というソフトが内蔵されている。テンペスト2000の作者、ジェフ・ミンターによるもので CD 再生させながら連動して CD データを映像変換して表示するという映像ドラッグソフトである。あたりジャガーのコントローラー CD-ROM ドライブを接続した様子ジャガーは3つのチップに都合5つのプロセッサを装備したマシンである。 これらはすべて並列に動作できる。いずれのプロセッサも DRAM へのアクセス機能を持ち、DSP、GPU については直接メモリ上のコードを実行できる。他のゲーム機とは異なり、j a g ーの設計ではどれが正式な CPU という判断はつけにくい。68000は汎用用途となっているが、起動後は GPU、DSP ともに汎用に使えるため、 メイン CPU 基準で見るなら16ビット機、32ビット機、64ビット機、いずれの見方も可能である。ただ、オブジェクトプロセッサーとブリターについては完全に64ビットで、その意味では、j a g ーは64ビット機という表現は適切となる。汎用に使えるレジスタは GPU DSP の32ビット幅が最大なので、64ビットは、 単なるグラフィックス処理機能で実質32ビット機という表現もまた正しい。基本的にはメモリアクセスの速度を稼ぐためにシステムバス及び直結する演算用プロセッサを64ビットとし制御系は32ビットで良いという設計方針である。あたりはあくまでも64ビッツシステムであるとし64ビッツ CPU という表現は使っていない。 ヘッドトラッキングによる十分な没入感を実現しており、あたりの名作ゲームを 3D 化してリリースする予定だったジャガー v r がバーチュアリティ社と提携してジャガー向けのヘッドセットとして開発されていたが、あたりがジャガーの販売に苦戦するうちに経営状態が悪化して開発プロジェクトも中止された。日本ではあたりリンクス同様、ムーミンが輸入代行を行ったが、 ハードソフトともに取り扱っている店舗が、秋葉原やトイザラスなど、一部地域や一部店舗に限られたため、日本でのセールスは非常に少なかった。輸入代行の総代理店であったメッセサンオーでは3000台しか売れなかったという。アメリカ本国でも1995年の時点での本体販売台数は15万台ほどだったという。ジャガーの生産が終了した後、 イマギンシステムズという鹿用光学機器メーカーが、ジャガーのケーシング用成型版を購入し、ジャガーの形をした鹿用カメラを製造、販売した。カートリッジ端子はメモリの拡張スロットとして使用されていた。これ以降、あたりは2020年にあたり VCS を発表できるようになるまで、およそ四半世紀にわたり、ハードウェア事業から撤退し、 ブランドの身売りをするなど、迷走状態が続いた。ありがとうございます。